白谷階段、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。怪異な世界の水先案内、階段誌の白谷でございます。今宵ご案内いたしますのは、こんな異世界。 夜布団に入って明かりを落とした途端から急にざわざわと落ち着かない心持ちになる。真っ暗の中自分一人きりなはずなのにどうも誰かいるような気がするなんという妙な感覚に襲われることがあります。思い込みあるいは錯覚いえいえ思いのほかその感覚は当たっているかもしれません。 今から12年前のことです私はその時分北海道の札幌に妻と二人で暮らしておりました住まいしておりましたのは札幌市内にございます二間のアパートでありまして一方というのはリビング台所も一緒になってたと思いますがなで間仕切りの 引き戸を開け放ちますと地続きでもって隣に6畳の和室だったんです。なんせ2人暮らしですからさして不便なくいたわけですけれども実はこの12年前というのは私にとっては人生の転換期であります。えー、それまでは1 5六6の年から舞台演劇の方にのめり込んでアルバイトであるとか まあ時には正社員の仕事なんかもあれやこれや転々としておりました。31歳の年に事実上劇団を畳みましてそっから後というのはなんだかいろいろのやる気がなくなりましてね考えてみりゃ物心ついてからただその道のことばかりを考えておりましたから世の中のことがちょっとも分かっておりませんね。 だここはい層あれやこれやあがいてみるよりかもしばらくのうち休養しようと言うんで別に潤沢に経済的な余裕があったわけでもありませんけれども一年まるっきり何もせずに過ごしていた時期だったさすがにそろそろ先々のことも不安になりますし いつまでも妻にだけ辛抱させるわけにもいかない。さてどうしたものかと考えあぐんでおりましたところ、その頃のお芝居の仲間ですけれどね、飲食店を営んでらっしゃる方があって、で、その方のお店にお客様がおいでで、ね、すすきのに今度ちょっと買ったお店ができるらしい。で、そこでは、 ステージに上がって怪談話を披露する人間を探しているんだとそんな話を聞いたと言います。それで一等先思い浮かんだのが私だったって言うんですな。それと言いますのも割と小さい自分から不思議な出来事が身の回りに起きましたのでその都道の学校であるとか 社会人になった後というのもその劇団の集まりであるとか自分こんなことがあったあんなことがあったとそんな話をしていたのを覚えててくだやった。やってんいえあのね実はお恥ずかしい話なんだけれどもう1年ぐらい何もしてんああそうそれはよかったいやよくないいやよかったんだよ。いや実はね 今度うちのお店に来たお客さんがカクカく近々でとまだどうやらそのステージに上がる語り手を探しているようだから航君ならうってつけじゃないか行けば一ステージいくらかでお給料が出るみたいだしダメ元で行ってみたらとそれで私は怪談師になったわけでございます。 昔取った金塚じゃありませんけれどしばらくのうちというのはかつて自分自身が体験した小さい頃の出来事そんな話をするんでどうにかなるんですが勤めることが決まって割と早いタイミングさて先々どうしていこうかという不安に襲われます。 私は別に根っから霊感が強くってあるいは霊の者さんのようにそうした力を操作するようなというそれほどのもんでありません確かに小さい自分あんなことこんなことがありましたがそれも中学校を卒業するぐらいになりますとパタッと落ち着いておりましたし階段バーというのは今日でもそうでしょうけれど ほとんど毎日のようにして、よっぴいてやっているお店、1時間に一遍の怪談話ですから、それは相当にお話の数がなきゃいけない。とてもじゃないけれども、自分自身の体験談だけでは、そう長く持つまいと、そんなふうに思い始めておりました。その年の年 確かあれは夏のことだったと思いますその日というのはお店が休みでありました妻は妻で昼間のうちアルバイトをしてくれておりましてで私は何と言っても夜出かけていくというような仕事です割とすれ違いが続いておりましたけれどこの日は久方ぶりに 二人で夕食の食卓を囲んで、あれやこれやとよもやま話に花が咲きます。だけどさ、大丈夫なのん大丈夫って何いやだってさ、怖い話する店なんでしょ <laughs> いやそうだよ。大丈夫だよ。 大丈夫ってだって苦手なんでしょ、うん、そう。怖いのは苦手なんだけどね、えー。でもね、あの、勤めてる人たちもみんな気のいい人たちばっかりだしね。うん。あた、お芝居じゃないけれどね、やっぱりステージに上がると、それはそれで楽しいもんだからさ。うん、そうそれならいいんだけどね。そう言って妻がちょっと浮かない顔です。どうしたの うーんうんってなんか気にかかるちょっと心配ん何が何僕の体のこと昼夜逆転しちゃってるからうんそれはさお芝居やってきてる時から いろいろ無理してるのは見てきてるから、その辺丈夫なのは分かってるんだけどね。<laughs> 心なしか、あたりがちょっと静かになったような気がした。何かこの辺まで言葉が出てきたんでしょうか。それをぐっと飲み込んだ 半分自分に聞かせるように努めて明るい笑顔ででも大丈夫か何でもねやってみなきゃねいやそうだよそう妻が一体その時どんな言葉を飲み込んだかほどなくして 目の前に突きつけられることになりました久しぶりにお互いの時間が合いましたからその日というのは食後もあれやこれやと話盛り上がってなんだかんだ気づけば夜中の12時を回っておりますいやもうそろそろ寝ようじゃないか君は明日だって仕事なんだからうーんまだ眠気が来ないけど じゃあそろそろ難点。で、寝室はと言って先ほどお話ししたあの和室でございます。和室にはその頃本棚とそれから。洋服をかけておく。洋服をかけておく。シェルフと言いましょうか？そして仏壇でございます。 そんなものが置いててあってもう夜ですから窓にはカーテンが敷いてあって傘のついております電気でございます。暑かったんですから扇風機か何か足元に意いしてあったんですな。ごそごそと布団を敷いて。 申し上げたような狭い部屋ですからどうしても布団を二組延べますとぴったりくっつくような形になりましてねすっかり寝自宅も整いましたからお互いに布団に入って妻はよほど疲れていたんでしょう潜り込んで目閉じるともうすぐにうとうとう。 年かかっておりますじゃあ電気消すようんはいはいではおやすみおやすみなさいカチカチカチッと明かりを消した真っ暗になった寝室でガサガサ 私も自分の布団に潜り込んだ昼夜逆転しておりますから私の方はまだそれほど眠気が参りませんでしたけれど横からはスー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 寝息が聞こえ始めるなんだかんだ言って自分に付き合っておきてくれていたんだなと申し訳ないような また、たた。ありがたいようなな心持ちになった静まり返った暗い部屋の中で横で妻の寝息を聞いておりますと私の方もそろそろああとあくびが出るかなというその時であり。 横の妻の布団が小刻みに震えているような気がした目を閉じておりましても掛け布団がカサ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 と揺れるようなそんな音が聞こえてまいりますどうしたかなと思っておりますと あれ、布団の震える音といいすんすんと鼻を鳴らす音といいどうやら暗がりの中妻が横で泣いているのださっきまであんなに明るくしていたのにそうかよほど普段、 こらえていることがあるんだろういやあるいはあまりに生活がすれ違っているため寂しくあるのかもしれない夜になって暗くなると急にそんな感情が湧いて一人ぐっと耐えきれなくなるなんということがあるのかもしれないな だだんだん激しくなってきたそんなにつらかったろうかと思って「いやこれは声をかけないではいられない」「横で寝ております妻に背を向ける形で寝ておりましたが寝返りを打ちましてそこでふっと目を開いてみる」「妻はこちらの方を向き直っておりますが」 泣き顔を見られるのが恥ずかしいのか掛け布団を頭のあたりまですっぽりかむってそれでもその掛け布団の中の体がカタ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 と震えているんでしょう闇に目が慣れておりますからその姿がなんとなく見えております <laughs> <laughs> 一段 妻の声が激しくなったこの時なんだかわかりませんが体の芯にずっとおぞけが走った目の前で妻が泣いているというのにその泣いている妻を案じるその心持ちから起こったおぞけじゃない。 と緊張張の糸が張り詰めるような。「しばらく忘れていたあの感覚だったなんだと思った次の瞬間妻が隣から私の布団にバチャバチャバチバとものすごい勢いで潜り込んできた」。 目の前の水をかくような手の動きで、あまりに勢いづいておりますから、思わずあたくしはどんとぶつかられた勢い、布団からはみ出そうになった。で、妻はあたくしの体を無造作に引っかくようにしながら、<laughs> 泣いているとばかり思っていた。いいえ、泣いていたんじゃない。ケラ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 と、甲高い声で笑いながら、ふざけるようにしてあたくしの体を、わーっと引っかくんであります。ああ、いっぱい食わされたと思ったか。いいえ。 ふざけている感じじゃなかった。慌てて掛け布団を剥いてみますと、確かに妻は大きな声で笑っておりますけれども、その眉間には深い縦じわが刻まれて、歯を食いしばりながら、とても楽しそうじゃない。それは苦しそうに、ゲラ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 と笑っておりますので、ちょっと、ねえ、どうしたの と体を揺すってみる揺すってみれば揺すってみるだけ「<laughs> ちょっとねしっかりして!と」と力いっぱい揺すりますと突然 <laughs> 目を開いたかと思うと私のことをじろっと見上げた。 慌てて立ち上がって明かりをつけてみますと突如妻の両目から大粒の涙がボロボロボロっとこぼれ始めましてそっからは「一体どうしたのごめんね」「いやごめんね」じゃなくて。 びっくりしたよ。ダメだよ。あんまりそういう風にしてね、ふざけちゃいけないよ。ふざけてないよ。今起こしてくれてよかった。起こしてくれてよかったってな。怖かった。怖かった私今、うなされてたでしょと。 されてなどいない」ケラ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 「けら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 とふざけて笑っていたじゃないかというと何を言ってるの?「笑ってなんかいないよ笑えなかったよ」「夢だと思いたいんだけどいやきっと夢なんだけど大くに物が挟まったよ」 少し落ち着きを取り戻すのを待ってから一体何の夢を見たの今ね布団に入った明かりを消してねそしたらねなんだかあんまり眠くなくてねえっだって君明かり消す時なんかもううとうとっとしてたよえっ いやまあそれでうんそれでどうしたかなと思ってそしたら急になんだか鳥肌が立つみたいな感じがあって体が動かなくなってそれはし縛りだうん私あんまりそういう経験ないから。 急に怖くなっちゃってどうしようって。そしたらね、誰かがね、布団のへりの辺りを歩いてて、歩いてる。目は閉じてたんだけど、ほら、わたるがさ、着物着る時に履く旅があるでしょ。見えてないんだけどあんな感じ。畳をね、 つってする感じの音が聞こえてきてそれで私どうしていいかと思ってたらどんどん足元からその足,足音がね上に上がってきてで私のすぐ顔の横で止まって今度ねそこにしゃがみ込む音が聞こえたの。 しゃがみ込む音着物の擦れる音っていうのかだから私は夢だ夢だってそう思ってたんだけどその顔の横に座った人がね上から私のことを覗き込んでくるの。 何も言わないんだけど、どん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 顔を近づけて、じーっと私の顔を見てると思って。そしたら私も、どうしていいか分かんなくなって、夢なんだけど、あんまりリアルだから。それで私、アタルを起こしたくて、声出そうとしたんだけど、全然声出なくて。そしたら、 その上から覗いてる女の人の髪の毛がね顔にパラッて当たってそれでついに辛抱をたまらず絶叫をした体の動かないことを承知の上で必死に暴れてもがいたんだとそうしましたら私がゆすって起こしてくれた ああよかったと。ところがまるで様子が違うんです。彼女は、それは楽しそうな笑い声を上げていた。けれどもあの苦悶に歪んだ表情を見れば、どうやら本人の言っていることも事実のようで。それで、今はどうなのもう今大丈夫落ち着いた。 そうか夢だよ夢半ばそれは自分に言い聞かせる言葉でした妻もそうだよね怖い夢だったんだよねそうだよ大丈夫二人でいるんだからもしそんなものが出てきたってね平気だよと 励まし合って、じゃあもう遅いから、寝るね大丈夫だねうん、大丈夫。明かりを落とした。枕に頭を乗せて目を閉じたその瞬間であります。<laughs> 息が詰まるような感覚で、体がピタッと動かなくなった。体の側面と言いましょうか。ズアッ 鳥肌がが立つのがわかるなんだもしかしてと寝返りをおとうとして果たして体はピクリとも動かない胸の鼓動だけがドク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 と速くなっていくなんだこれなんだ 耳の奥でキーンという耳鳴りがするような感覚がある「すっすっすっ」「はっ」「畳をゆっくりとする足音が」 妻の寝ている枕元からゆっくりこちらに近づいてくるすっすっうそだうだ,そうだ明かりを消して間もなくです眠気が来ていないんですから夢なわけがないはっきりと意識がある 足音も今ゆっくりと近づいてきてついに私の頭のすぐそばにピタリと止まったシュッという気のずれる音が聞こえるとそれが立っているあたりから腰をかがめていやついに膝を折って ゆっくりとその場に座るのが分かった「助けて助けて」と必死に声を出そうとして息の漏れる音がヒュー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 とするばかり。 そのうちにも、今そこに座った女が、ぬーっと覆いかぶさるように私の顔の上に、顔を近づけてくるのが分かった。いえそれでも目を開いておりませんから姿を見ておりません。気のせいだ。今こんな話を聞いたからだ。 「そうだそれに違いない」強く自分に言い聞かせたその瞬間まるで私の心情をあざきり笑うかのようにバサッと髪の毛が顔にかかった「うわー!」と自分でも驚くような声が出ました横から妻が「うわー!」 合わせてて悲鳴をあげて声が出てみると体が動いたはっと立ち上がって明かりをつけて確認しましたけれどどこにも妻以外の人物の姿はありません聞こえた足音といいその仕草といい顔にかかった髪の毛といい どうやら妻を襲った何者かは一旦息を潜めて暗くなるのを待ち受けて私の方にもじりじりとにじり寄ってきたのだろうと妻が飲んだ言葉は大丈夫かなと思ってほら 怖い話したりとかね聞いたりとかすると怖いもの寄ってくるっていうじゃないそういうことにならなきゃいいなと思って懸念していたことが現実になった瞬間でした。 中学を出てからしばらくのうち落ち着いていた不可解なあるいは怪奇な現象が再び自身そして妻の身にたびたび起こるようになったそんなきっかけでございます皆さんも十分にお気をつけください 続々とした感覚を味わっている、そのうちは結構ですが、その続々した感覚、もう一歩先に行ってみますと、ああご自身で思っているよりも、もう少し、先の見えない、 そんな闇が広がっているのかもしれませんわっこも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますよろしければチャンネル登録・高評価お願いを申し上げます連日台風の影響で各地大変な被害が出ているというそんな報道を目にしております 今これをご覧いただいている皆様の中にも不安な思いをされていらっしゃる方大勢いらっしゃるかもしれませんどうぞご無事でありますように心からお祈り申し上げます何もできずにおりますことが歯がゆくおりますけれども皆様のご無事安全そしてこれ以上被害が広がりませんこと切に 祈るばかりでありますそんな中ご案内というのがちょっと恐縮なんですけれども9月もですね城谷各地にお邪魔をさせていただきます、えー、全国安屋が9月からスタートになりまして近くは6日の京都でございます でその後北海道青森にお邪魔をします京都北海道がまだお席ご案内可能でございますので、えー、よろしければ是非生で白谷階段聞いていただけると嬉しいなと思います。そしてですね、えー、大阪浜屋敷があったりですとかあとは平日になりますけれどね東京で劇場階段。えー 東海道四ツ谷会談でおなじみの四ツ谷という地域の劇場で平日の夜にですね劇場会談そんなプログラムがあったりもしますそしてまた名古屋での公演が入っていたりと目白押しでございますどうにかね今のこの悪天候落ち着いて少しでも皆様の 階段なんですけれども、励みになれますように一生懸命、どの回も語らせていただこうと思いますで。こちらの概要欄ですとか、白谷の公式サイト、また SNS などに詳細の情報ですとか、あとはご予約の URL など貼ってありますので、合わせてご覧いただけますと幸いでございます。 本当に今年は年は明けから自然災害が随分と頻発しております少しでも皆様に元気になっていただけるようなそんな時間をお届けできたらいいなとしっかりと肝に銘じてこれからもお話をお届けさせていただこうと思います。 くれぐれも皆様お気持ちお体ご健康にお過ごしくださいませまた次週お目にかかりますまったね